瀬戸康史の動画。じゃじゃん、これをかければ誰でもジェット大輔さんになれる8ビットサングラス、ジェット大輔モデル。カラーは2色、レッドとピンク。サイドにはゴージャスの文字が見えます。ゴージャス。何を隠そう、私瀬戸康史、ジェット大輔さんに憧れて YouTube を始めました。ですからこのサングラスをかけることによって、また一歩ジェット大輔さんに近づきたいと思います。それでは一気にかけますよ。いきます、せーの、パッ。はい、どうですか。なんかね、ただグラサンかけただけなんだけど、まるで本物のジェット大輔さんになってしまったかのような気分になりますよね。それでは一旦普通のメガネに戻りましょう。せーの、パッ。いやー、素晴らしいですね、このサングラス。なんか身も心もジェット大輔さんになっちゃったような、そんな心地よさがありましたね。それでは次、こちらピンクのサングラスをかけてみたいと思います。また一気にいきますよ。せーの、パッ。はい、こちらがピンクでございます。どうですか、なんか赤とはちょっと感じが違いますよね。ここがピンクで、横向くとここが紫になってるっていうね、すごいおしゃれですよね。おしゃれ。それではもう一度ここからレッドに戻ってみることにしましょう。いきます、せーの、パッ。これがレッド。はい、いかがでしたでしょうか。いや、すごいですよね、このサングラス。なんかサングラスかけてるだけなんだけどね、なんか本当にジェット大輔さんになったような気分になっちゃうから、ほんとすごい。今ね、試しにかけてみるとね、だからこうやってこんな感じでね。ということで、この8ビットサングラス、特に YouTuber で商品紹介をされている方なんかにね、特におすすめです。ジェット大輔さんみたいになりますからね、いつもと違う動画が撮れちゃいますよ。もちろん普段使いもできますので、YouTuber でない方にももちろんおすすめです。ということで、以上8ビットサングラス、ジェット大輔モデルのご紹介でございました。じゃあのー。